え、増えてない。攻撃されてる。これやっぱ。俺も勝負しないと。普通に死ぬけどね。村も。そうっすね。一つの村になっちゃってる、これ。あ、にゃんこ。にゃんこ、ミこスれ、りどましこたに。ね。どこに連れて行こうかな。ゴーレムに殴られるから、今度は。にゃーん。俺のこっち、ないもんね。そうなんだよね。作る？何なんだろう、作ろう。何を訴えかけてるんだろう、わかんない。もうバルヘイムでもなんか一番最初こんな感じだった。これは出てくはない目のだろ前で待ってるんだよ。う。怖いよ、こ場れ。合によっいってはた、誰かに死ぬけど縄普が通出に。せる。次撃ったら死ぬけど全ね、然。全然。ああ、にゃん次撃っこいったらぱいいる。死ぬけどね。その剣で切ったらにゃん死ぬよ、こ普カフェ通なんだに。けど。お。入園料750。かわそうですいい。よ。え、入園料が歩いてくる。ラッ立ってキー。くる。取り立てに来てる。ここ乗りたいの、みんな。全然腹、うわ、なんか、マジで猫カフェ行きたくなってきた。どっか行っやた。ばい。とカフェ。それってメイドカフェなのでは。なる。とカフェ、えぐいな。トカフェもあるかもしれこんな感じでない。喜VTuber んでるし素か振りしをない。見せとけば、そんなのある。餌がもらえるから。ああ、やった、美ニ味しい、コニコ招美味しい、み待たいな、このあれを見せとけば、パンをもらえるっていうのを裏見切りまし気づたいね。た。窮屈で窒息死した。怖い。毎週上に上がっちゃった。ほれほれ。前に。ないねえ。まあまあまあ言うて、まだ30分も経ってない。1時間ぐらい経ってから焦るとき。1時間経ち始めたら、どうしようかってなる。いやもう見つけるまで寝ないよ。言ったね。うん。めちゃめちゃゾンビいる。7体8体いる。ナイス、7体8体。みんな輝くイカスミ持ってる。耐久3ああ、つここ100。ヘンディさんと来たところや。ナイス。パッチ、なんも。俺もエンチャントとか言うのしたい。で。経験値30まで勝ちましょう。耐久は別のやつにつける。はいや、大ない変でありがとうございす。ました。ないです。じゃあ寝ます。おやすみなさい。ははははは。はいやり。もうチェスとか出して見つけたことにしよう。ドロップ乗りながら。レイドくん、知ってる？ダイヤというのは、家に持って帰ってくるまでがダイヤ。初遠め足てみ聞いたたいけな。ど。帰って全然こ知れる？らちゃなんいと。けど。4なんだけど。確かに、取れんくなるな。ちゃんと。
帰ってくるまでがダイエー。ダメージ3つけて4つければいいってこと？3つけて4つけて、ドロップ、ドロップ増加って3が限界？3じゃないですか。え、どっからかゾンビ来たんだけど、しかも金、これ霊毒に叩く。俺は散歩させられているのか。ひたすら無言で付き合っていたが、俺は一体これに何をさせられているんだ。ありました、どっかに。小屋さんの入園料のところに何食ぐらい入っていたんだ。ないんだ。石工を作れば、石工の職業の村人を作ればいいって言ってました。あ、メイドクラスの石工は、うん、そうっすね。なんか後のし、何をしてるんだ。バカなのか。石工、石工。うん？マインドコントローラー？名前は見えてるんだけど。What the fuck？ 一直線に来たよ。石切り台じゃないですか？石切り台。なんか掘ってる音聞こえる。何？え？富田さんもう完全に立花さんに買われてる。買われる。もうリードつけられて、うつむいたまま。連れ回されてる。主従関係が出来上がってる。うわ、ご飯、ご飯床にポイって投げてそれ食べてる。うわ、ありがとうありがとうってしゃがんだりしてる。こういう関係。あ、連れてかれた。怖。あ、宇宙は怖。闇を見た。まあ、いや、このダイヤモンドのツルハシが今度は新たなダイヤモンドを生むんでしょう。え、紙とイズベッド。これは信じて。ダイヤモンドツルハシ1個分なん持てないかもしれない。ゴミ。ダイヤモンドで直すの、ダイヤモンドのツルハシ。そう、修繕あるんで、修繕つけてれば経験値で治ります。経験値で一応直せること。修繕、上にいる村人に職業つけて作りたいな。そういうことな。ああ、ちゃんと鉄掘ってる。あれ、なんか止まった。ああ、この部屋すごい。もうここに住みたいもん俺。今の一瞬で寝ないといけない。これ迷子で外になるみたいな。あれです、自分の。うわぁ、ウンドダウンは私のエメラルドになるけど。空間把握能力高め。めっちゃゴロゴロ言ってるけど。え、やべ、アナリサがゲームに参加しました。アナリサが来たよ、こんな時間に。あ、治った。紅白でもする？え？紅白でもするらしい。今俺はポが二人だけの時間過ごしてるから。うん、そうなんだ。二人だけミュートして。見てみたってこれ、ほら。ねえ、何？ほら。何何何何？見せつけられた。見せつけられてる。なんか特殊なプレイを楽しんでるんだよね、さっきから。これだって首は繋いでますよね、この人。うん、で、地面に飯を置いて食わせてるの。うん、ったらやべ、気づかれるこれ。うん、なんか移動させられてるんですけど。俺はこの家に入れない。ペット壊したら怒った。うん、俺、いつまでこの二人この状態なの。結構、30分ぐらいずっと。うん、
何ですか？もう二人の世界に入らないでください。入れないでくださいということ？入らないでください。